こんにちは、浅野美作です。竜人のパワーと共にお届けしています。私は密教の学び、魂を覚醒させ、潜在意識を書き換えることで、1万人以上の方に人生を大逆転させる、未来を変える、鑑定や講座、コンサルなどをさせていただいています。潜在意識は魂の力を手に入れることで、素晴らしい人生を手に入れる、 きっかけになれば幸いです明日4月9日は、押し継いた新月なんですよ。そしてね、会期日食と言ってね、あの食になるのですごくパワーが半端ないんですね。明日の4月9日3時20分です。なのでね、 あの日本でははね観測はされないのなのでまあアメリカで観測されるんだけど全然そんなん関係なくって宇宙のエネルギーっていうのはまんべんなくねいつもお話してるみたいに降り注いでくるわけですよなのでしっかり受け取るっていうことでねこのねオフィスジャ新月っていうのは星座の中のトップバッターであり皆既日食が重なることによってどんな どんなことが起こるかっていうとこの食というものはものすごい浄化がすごいですね。そのエネルギーをね浄化のエネルギーをいただくことによってですねどんなことが起こるかっていうことなんだけれどもまずねこのねあの新月っていうのは普通の新月ではなくその日食がかかるじゃないですか。そうするとあなたのね隠れたものねそれが才能であったりとかここの思考ですよね。 であったりとか、行動とか、言葉に光を当て、当てるっていうエネルギーが降りてくるんですよ。なので、すごくね、いいので、ぜひね、ちょっとね、その、食ということね、食っていうのはあれですよ、日食の食なので、あの、間違わないでくださいね。そして、浄化のパワーもグレードアップするのでね、本当にある意味、人生の、こう、何かのきっかけになったりとかします。そしてね、さっき言ったみたいに、オフィスだって、 制度のトップバッターじゃないですか。ということはトップバッターということはですね、始まりであったりとかチャレンジなんですよ。なので、大きくあなたが何かをすることによって応援してくれるよっていう日になりますね。まあ、まあ、ある意味ね、この次元上昇流人大部の意図として、魂の目覚めということを私はいつもお話ししてるんだけれどもね、この魂の目覚めっていうのも、ある意味、こういったね、 まあ、えー、日食のエネルギーを借りることによってね、目覚めさせるということになっていくのかなって思ったりしています。なのでね、ちょっとね、そういったことも、あのー、ご自身のね、中で分かった上でのね、えー、おひついだ新月、日食パワーを受け取ってもらったらいいと思います。ちょっとね、どんなことをしたらいいかまとめますね。まあ、おひついだ新月、ね、 待機日食4月9日3時20分ですね。そして1番目、いつも言ってる新月の願いを書く。ね。2番目、ね。新年度気合を入れて新しいものを使い始める。3番目、新しい出会いを良くするために人間浄化風呂です。3つ目は人間浄化風呂。4番目、お香アロマなどで心身を癒す。そして5番目、新年度 チャレンジをするために必要なものを手に入れるっていうことをしてもらったらいいかなって思ったりしています。まあ、新月の願いはね、どんなことかって言うたら、まあね、毎月ね、同じことでもいいんですよ。でもまた変わってもいいっていうことを覚えておいてもらったらいいと思います。まあ、あなたが望むことをね、書くときにですね、なんか、〇〇、初めて〇〇になる。だから、何々をね、始めて、 何々になるっていうことをするといいかなと思ったりする。それとか、〇〇して〇〇になるっていう感じですね。この〇〇の願望にね、糸付けすることによってですね、まあ、始まりっていう糸付けですよね。することによって、あなたの可能性を引き出してくれるのが、明日のお羊つだ新月です。ね。覚えておいてくださいね。そして、2番目のね、 新しいものを使い始めるってお話しましたよね。なので、新年度なので、やっぱりね、ご自身もちょっとね、新しいものを身につけたりとか、使い始めるといいかなと思ったりしています。まあ、下着であったりとか、私は明日ね、あの、お財布をね、おろします。まあ、あの、ちょうどね、お財布を3月にちょっと、あの、買っていたので、仕込んでいるので、明日からおろしますね。そしてですね、まあ、ノートとか、ペンとか、 カバンとか洋服とか、明日ね、新しいものを下ろしましょう。ね、使い始めるっていうことですね。そしてね、やっぱりね、人との出会いが多くなるんですよ。そうすると、あの、やっぱりね、自分自身をね、清らかにしておくであるとか、やっぱりね、こう、人と出会うことによってね、やっぱりこう、いろいろな気が入り乱れてるんですね。そういった時は、特にやっぱり人間情化ブロです。やっぱり人間情化ブロが一番 のでね人間浄化風呂は、浅野美佐子、人間浄化風呂って弾いてもらったら、もうにあのネットで一番で出てきますので、それを見て、人間浄化風呂を作ってください。そしてね、お香とか、お香ね、いい香りのお香ですよね、とか、アロマなどね、やっぱ心身の癒しということですね。香りをね、お花ね、感じるっていうことが、五感を 高めるんですよね。そして感動を高めるっていうことなので、ぜひぜひね、こう、アロマなどで心を癒してください。そしてやっぱりね、5番目、新年度なんだから、なんかね、チャレンジするためのね、あの、なんかしようとか言うよりもね、なんか手に入れましょうよ。ちょっとね、こう自分になんか、そうだ、ちょっと手に入れて、自分ご褒美で頑張るんだ、みたいな感覚、いいんじゃないかなと思ったりします。だからちょっと自分ご褒美なので、ちょっとね、 贅沢なものでもいいかなって思ったりするんですよ。そういったものをね、身につけることによってですね、自分のこう新たな始まりをね、意図してやっていくっていうきっかけになるじゃないですか。なのでね、ぜひこの5つをやってもらったら嬉しいです。ね。はい、もう一回言っておくよ。1番、新月の願い。ね。はい、新年度は気合を入れて新しいものを使い始める。そして3番目。ね。 人間浄化呂に入る。ね。人との付き合いがあるから人間浄化呂に入る。4番目。お香とかアロマで、心身ともに癒す。はい。5番目。新年度チャレンジするための新しいものを、なたに自分ご褒美するっていうことをしてもらったらいいかなと思ったりしています。やっぱりね、せっかくのね、素晴らしい、 会期日食なんですよ。会期日食なんてもうめったに起こらないですよ。なのでそういったことをね、えー、鑑みてで,ですね、明日の新月を、えー、過ごしていただいたらいいかなって思ったりしております。今日,今日もお聴きくださりありがとうございました。こうしてご縁のあることがとっても嬉しいです。この竜神ライブが良かったなと思ったら、いいねを押していただいたら大変嬉しいです。 コメントをいただくとさらにさらに嬉しいです。そしてまだ登録されてない方は登録していただくと本当に嬉しいです。竜神様とのつながり、ぜひぜひつなげていっていただくから幸いです。今日もありがとうございました。では、さようなら。